今度はどうですかねこれで普通に聞こえますかねああ、治った治った。<laughs> 治ったよ、多分。あよかった。治りましたね。<laughs> ひどかったな。ちょっとこれはまた、緊急しないといけないですね。皆さん、こんにちは。 なるほどこうやってやるんだね。面白い <laughs> ということで、えー、っと、まあ、ちょっと初めての配信なんでわかんないんですけど、なんかここで交流できたらなと思って、配信してみました。無事に聞こえてるんだったらよかったっす。<laughs> リフム声って。<laughs> 松、うん、ファイン、あ、虎丸さんね。トマ丸さん、どうも。 皆さん今日平日なのにあれなんですね。<laughs> いいですね。ほんと、確かにマイクさん手軽でいいですね、これ。あ、えっと、あ、葵さん。いや、ツイキャスでは別にレディを、ラジオを始めたわけじゃないですけど、なんか、交流できればなと思ってちょっとやってみました。えっと、えーえー、熊さん、秘書兼ですか。あ、いらっしゃい。あしら01023。あ、拍手。 なんすかこれ。ありがとうございます。千葉かつ107さん。あ、交流。そうですよね。生放送だといつもゲームやっちゃってるんで。あれなんですよね。こうやってちゃんとしっかり話せてないんで。マイクさん、コンティニューって。シューマックス11さん。あ、初見。あ、動画いつもありがとうございます。見ていただいて。 ラーシャ0508さん。あ、初見ですかいらっしゃい。はじめね、声高くてびっくりしちゃいましたけど。バシコム JP さん。ああ、いつも見てもらってるんですね。ありがとうございます。本当に。花火。<laughs> マイクさん。<laughs> なんすかそれ。すげえ面白いね。ツイ、ツイキャスって。普通に話せるんですね。へえ。 元さん動画、あ、動画見てくれてるんですかありがとうございます。バシコム JP さん。あ、実況者なんですかへえ YouTube ニコニコどっちですかね。ヒトエクマさん。あー、スプセルね。ついさっきもまた録画しましたよ。今処理、動画処理してまたアップします。セインツローも、皆さん、この前なかったですけど、今アップしてる途中なんで、明日の、 今晩か。今晩には見ることできます。えー、っと、マイクさん、おお、例のもの買いましたか僕はもう、あの、うずうずしてます。<laughs> 早くあ。あ、そうなんで、バシュコムさん YouTube なんだ。下着ファン、おお、下着ファン、いいね。誰好きキャラ。ラーシャーさん、トゥームレーだから見てんだ。 ハラハラしながら。ああ、そうね。下手だもんね、俺。<laughs> うまかったらよかったんですけどね。残念ながら。ゲームレー面白かったな。オンラインやらなかったけど、ちょっとやりたかったな。面白いね、これ。ああ、助手なんだ。バシコムさん、助手か。わかるわかる。自分もね、助手でしたね。 いいっすよねマキセクリあるな自分好きすぎてダイバージェンスメーター作っちゃいましたからね <laughs> 僕も早く週末来ないかと思ってますああそうね本当ですね早くなってほしいですよてか早くはい僕は明日から出張なんでそれが終わったらもうあと楽しいことだけしかないですね下手じゃないですよ さんらししいい攻略で楽しませていただいてます <laughs> ありがとうございますシューマックスさん100円さんの動画見て買ったああそうなんだゲームたくさんあるの今はセイントロー4が僕的には一番推したいゲームですねアロハブルームーンズああ葵さんねあ眉しいね眉しいもいいよねわかるわかる <laughs> すげえ ええ面白いね。コンティニーコインコンティニーできるの ?30 分以上、30分以上できないよ。でも寝なきゃいけないから。そうそう,そう。しうしばやんさん。ダイバージェンスメーターね。ちょっと今手元にないんですけど、いつかあの動画作りますよ。けけもとさん。今は、えっと、 2時朝の2時ですねもう寝るんですけど動画そのスインツローの動画をですね処理してましてそれでそれがあと20分ぐらいかかるんでちょっとツイキャスやってみようかなと思ってやってみたんですよねもともと音ちゃんさんがやってるのをちょっと見て機嫌手軽でいいですよとかっておっしゃってたんでやってみようかなーって思いました動画 アップが終わるまでとりあえずやろうかなと思ってるんですけどね。面白いな。なやっぱ Twitter ってみんなやってるから面白いですね、すぐに。フィードバックみたいなのが来て。例えば今日はあの、レイマン、レイマンレジェンドっていうゲームを、あの、レビューしたんですよ。レビューっていうか最初の20分くらいプレイしたんで、それも後でアップします。タチアンさん、セインツ4はやっぱりおすすめですか ああ、セインツー4めちゃくちゃおすすめですね。今日あの残念なことに視聴者さんの一人が、なんか街が3と同じだからいいやって言ってたんですけど、それであの、やらないのはちょっともったいないかなって思うぐらい楽しいですね、自分は。だから、あの、ちょっとでも興味がある人は多分やった方がいいですよ。アシラさん、セインツー4どんなゲームですかセインツー4は、 あのー、マトリックスみたいなゲームですね、今回は。シューマックスさん、セントロオン、うん、面白いです、面白いです。絶対やった方がいいよ。マトリックスなんだけど、なんか、あのーうん、その空飛んだりとか、めちゃくちゃジャンプしたりだとか、いいっすよ。足りなく、足りなくやってますね。<laughs> あら珍しくツイキャスが落ちないさすが百円さんあそうなのいつも落ちるんですか安定してんのかなこの時間帯でもあんまやってる人いないんじゃないかな,あなんだこれコミューチってなってる何コミュってこのコミュについて えサポーターが4人になってるねこれ。ああ、すげえ。ありがとうございます。マ <laughs> トリックス、そうなんですよ。マイクさん、見てますかねセインツ4の動画。絶対ね、買った方がいいですよ。あ、田中さん、学校なのにコメントしてんのバッファー、というやつがめんどくさい。ああ、正義さん、そういうこと なんだろうね。バッファーないのかな自分の配信は。あけんさんね。お家帰っちゃったからもう、ピースウォーカー、できないもんね。一緒にやりたかったけどね。イキャスト、時々バッファリング発生してるな。俺だけじゃないみたい。うん、みんなそうなってると思いますよ。セインス3は100円さんの影響で買いました。 電話が <laughs>。今話せないですよ、スカイプ。話してもこれ、ツイキャスに出てかないんで多分意味ないですよ、話しても。マイクさん。お金。この間だヘゲンさんに振られたタチアンです。<laughs> 振ってないっすよ。多分タイミングが悪かったんすよ。あの、またね、ちょっと。 スカイプね、話しましょうよ、生放送の時ね。生放送以外の時に話すのって多分結構時間取るのね、大変なんで、難しいんですけど、今、今度はあの、ツイキャスで、そうそう、捨てみきにね、簡単には設定したんですけど、うまくいかなかったんで、次回やるときはちょっと使えるようにしています。 先生の目かいくぐって、米めしちゃダメだよ、田中さん。勉強しないとちゃんと。勉強。若いうちは勉強。<laughs> いやいやいや。皆さん何やってんのかなベポさんに振られましたねって言われました。<laughs> ベポさん。ベポさんと仲いいんすか 話せないっす。マイクさん、捨てみき設定できないです。あ、そうなの今度はあのー、スカイプで、マイクさんの画面見ながら教えてあげますよ。捨てみきのやり方。そしたら多分わかるでしょ。あれ、画面シェアできますからね、スカイプで。 ほんそうね。エリオハさん知らないので、エリオハさん知ってると思うよ。で、w i t t で少々、昨日スカイプしました。あ、なに、ベポさんとスカイプしてる仲なんすかタチアンさんは。あれ、タチアンさんでしょあの、ラジオ出たいって言ってきた人。いよね。違ったっけ タチアンさんだよね。ああ、じゃあ、あれか。あ、そうですよね。そう、あのね、ラジオ放送ね、いっぱいあの、ちょっとゲストの人が、あの、詰まってるというかゲストの人がいまして、なかなかね、ちょっと難しいな。マイクさんも先週出たんですけどね。エリアさん見たら怒る 来週の月曜日公開ですからね。マイクさんとのラジオは。まあ、マイクさんのいろんな秘密がね、わかると思いますけど。じゃあ、ちょっとゲームの裏話でもしますかゲーム実況の。<laughs> バシ、あ、バシコムさんいつか出てみたいです。あ、ラジオにラジオね。ラジオでも皆さん、ただのおっさんが話してるだけのラジオですよ。 <laughs> <laughs> そう出ていただきたいっていうのをだ出たいっていうのはすごいあの光栄ですけどおータナケンさんタナケンさんも出たいのあそうタナケンさんがそうですねタナケンさんもねいつかじゃ出ましょうよタチヤンタチヤンさんもバシコムさんもタナケンさんも出たいんだったらいつかはあのー、コラボをね でできるようにしたいですけどねなかなかね、スケジュールが合わないんですけど、平日とかでも OK だったらいいんですけどね、平日のお昼ぐらいとかだったら収録できるんですけどね。いや、ぶっちゃけあの、いっぱい収録しても一日に、一日っていうか一週間に一回じゃなくてもいいと思うんですよ、ラジオを公開するの。特別枠みたいのでやってもいいと思うんで。ね、そっちの夏休みやっとけばよかったですね。 アメリカの夜12時ぐらいだと僕はちょうど収録しやすいんで。夏休み撮ってくれますタチアンさん。<laughs> そうだったら助かりますけどね。いやー。そうだ、裏話。なんかあるかな。ここでしか聞けない裏話。何が、あるかな たかさん、たか19924さん、こんにちは。日本は今朝、どうなんだろう。3時か朝じゃねえや。昼3時30分か。いさん、いいな。今暇ならたくさん <laughs>。ね。たくさん、こんにちは。いらっしゃい。 いつも生放送を見ててない人がこっちで見れてんのかなツイキャスで生放送を配信したら面白そうですよねああ。無理なんですけどね。で配信するのは。おうすげえ20人見てくれてる。そういえば、マリさんとのバイオハザードの動画あったじゃないですか。あれね。 明日で終わりなんですよ。ご存知じゃない方いるかもしれないですけど。明日で終わりなんですけど、エイダ編を一人でプレイしなきゃいけないんですよね。それがね、ネックで。あー、ほんとやる気なんないっすね。映 <laughs> ダ編。あーね、寂しいですよね。ファンの方いっぱいいましたからね、バイオハザード。 ぜひまたマリさんとって言ってますけど <laughs>、やる気ない <laughs>、やる気ないんですかないですよ。一人で映画編やんの。だって、バイオハザード見に来てたのみんな、ほとんどマリさんファンでしょ。<笑><笑>マリさんありきのバイオハザードなのに、俺一人でやりたくないもん。ほら来た。ケケ、ケモトさん、マリさんファンですって来てんじゃないですか。あ、田中さん、さ、うん。授業頑張ってね。頑張ってください。 ほら何も, <laughs> 何も言えねえでしょだから、一人でそう、めっちゃつまんないじゃないですか。一人プレイ見ましたよ。あ、見たんだ。あ、でもね、あれは練習で収録は別にあのしてなかったんですよね。あの時の映画編は。まあね、だからなんかやだなと思って。 そういきなりまたね映画編アップしてもなん,かなんだよマリさんいねえのかみたいな感じでなったらちょっと嫌だなと思ってんですよねもうあのバイオシリーズはもうマリさんありきのシリーズになっちゃったんでその話せない分は週末にマサヨシさんユーストリームは使わないんですか あ、なんで Twitch 使ってんのかってことあのー、いや別に理由はないですけど僕デザインが嫌いなんですよ Ustream のなんか Twitch ってゲームに特化してるサイトなんでいいかなとって思って使ってるんですけどねなんか Ustream の方がいいあれとかあるんですかね理由理由があるんだったらあれなんですけど 100円さんの声がないのが斬新でした。<laughs> あ、そう。100円さんの声がないのが、寂しいでしたって言ってくれたら嬉しかったのに。斬新、斬新か。そうですか。そうですか。いいのかなでも一方的に米だけします。ああ、そうなの。米だけしてくださいって。高菜健さんもでもやってんでしょ 聞こえないのかなでも、声。僕は音茶さんのユーストリームで一回も落ちたことありません。ああ、そう。でも音茶さん Twitch やってるでしょ、今。落ちたことありませんっていうのは、その、僕の生放送だと落ちるってことですか 正義さん。二人で映画編をすればいや、マイクさんね、その時間の関係で二人でバイオハザードをやるのはもう無理なんですよ。マリさんも自分の実況がありますし、僕も、あの、まあ、ご、ご存知の通り、違う実況、コラボでやるのを始めるんで。まあ、そういうことで、映画編もなんか取ってつけたようなコラボだって書いてあったんですよね。実際、あの、もう一人のその相方 エイダの相方もドアもなんか一人で開けられないみたいなこと言ってたんで、実際一緒にプレイしてもあんまり楽しくないのかなと思ってやめたんですけどね。どうなんですかね。うん。うーん。えー、っていやてかマイクさん学校は タカさんエイダ編はいいんじゃないですかあやんなくてもうーんまあそれも考えたんですけどねでもでもやっぱりねなんか完結した気にならないっていうかちゃんと終わらせないとすっきりしないんでねやっぱりやりますよまあでもこの前最初のチャプターめっちゃ早く終わったからまあ大丈夫かなと思ってるんですけどね えー、今日は休みで映画帰りです。ああ、マイクさん。知ってるよ。<laughs> 何やってたか俺は知ってるよ。多分。タナケンさん、映画が、映画編代わりにやりますあの回線で。ああ。回線なんかなんないのかね。タナケンさんの回線が良かったらな。メタルギアも終わってて、いろいろ良かったんだけどね。 結局、ポケットルーター買う話なくなったんですかねマイクさん、僕にそれを言わせますか <laughs> 映画に行った時の話を僕に言わせますか受け <laughs> る。えぇ、ーえー。皆さん、ゴーリキさん好きですかね今、ゴーリキさんの 広告が下に貼られてるんですけどどう思ってんの？みんな可愛くないと思ってんのかな気になるなこれアンケート取れんのアンケートどうやってやんのどうやってやんの ああ、なんかできなかった。言わせますよ。え、言っていいの <laughs> マイクさん言っていいのああ、はいかい。いえしかできないんだ。<laughs> ああ、そうなんだ。えー、ゴーリキさん可愛い,いと思ってるんですね、皆さん。僕も可愛い,いと思うんですよね。なんであんなに可愛くないって言われてるのかが、本当に。 わからない。え、むしろ言えないんですかえ、だから、マイクさんあれでしょデイトでしょ <laughs> 違うの <laughs> 言ってよかったんかなデュエイトじゃないの違ったんかな 違うんだ <laughs> あそうそうですかさっきからマイクさんとタナケンさんのコメントがこれって30分経ったら切れちゃうんですよね確かねううんとはバックグラウンドに音楽とか流したかったんだけどな 明日はね、あのー、出張で、俺、おっさんだよな、出張の話ばっかりしてんな。ネブラスカに行ってくるんですよ。いやー、ネブラスカとか行ったことねえし。うざいっすね。明日はだから、午後からネブラスカ、そして、金曜日の夜に帰ってくるんで、夜帰ってきて。<laughs> 話の内容わかんない。おいおい。 授業抜けちゃダメだよ、わなければ、ちゃんと勉強してよ。ラーシャさん、出張お疲れ様です。ああ、りがとうございます。青井さん、ラーメンラーメンね、無理だよ。ニューヨークまで旅行くのは。一風堂とかでもニューヨークにあるらしいんですよ。だからちょっとね、行ってみたいんですけど。ラーメンは、あの、札幌一番かなんかちょっと買って食べます、週末。仕事してるんで。ですね。<laughs> 当たり前じゃないですかしてますよいつもゲームばっかりやってると思ったら大間違いですよまあそう見られてもあれなんですけど何そうなんですけど <laughs> ウケる抜けちゃったの田中さんどうでもいい授業なのかなあしら01023嫁さんいますかああこれあんま知ってる人いないんだろうね 僕結婚してるんですよ。知らなかった子供も、2二人います。知らない人多いのかなまあでもこれ、今度の質問動画が明後日で締め切りなんでそこで返すはずだったんですけど。あ、タカさん知ってます、うん。そうね。まあでも知らない人も、アシラさん、初耳です。ははは。 そうですね。初代から見てる人は、あ、動画でも結構言ってますよ。っていうか、ラジオで嫁登場っていう回が2回ぐらいあるんで、その時に話してますよ。嫁と一緒に。あれかな、ゲーム実況しか見てない人とかもいるか。ラジオをね、見返すと結構いるんですよ。嫁がちょこちょこ出てきてちょっと話したりしてるんで。 あ、そうそう、ラッシャーさんよく知ってますね。トゥームレーダーの時ね、子供が入ってきたんですよ。あの、収録に。<laughs> タナケンさん、今日のノルマ達成したんでやることがないだけです。そうなんだ。ケケモトさん、一回ラジオ聞きました。まあ、毎週やってて、嫁、嫁出る回もしあったら、あの、機会あったら見てくださいよ。そうそう、まさか、のハニングでね、息子が、 寝てると思った息子が走ってきてね、あの、トゥームレーダーの収録中に入ってきたんですよ。困っちゃいましたね、あの時。いつかの、生放送にバギーがバギーバギーなんかやったっけあ放送が終わりそうになってる。れで終わりか。 いいっっぱいもらったよハプニングだったんですよねあれいやー僕はできる子なんで <laughs> なるほどゲームもねうまいもんね田中さんはできる子なんだ歌も歌える歌も歌えるあれですもんね ンさんの後ろにバギーが写ってました何バギーって。バギー映ってたって何あ、子供乗せるやつってことやべえ、あと1分半で終わりだよ。また、でもね、あの、機会があったらちょっとツイキャスやってみて。本当はあの動画のコメント返したかったんですよね。今日の動画の。 そうです。もう終わっちゃいますね。<laughs> 悲しい。<laughs> 早い。またやりますよ。あの、携帯からもできるって分かったんで、日本のあの、夜の時間とかできるんじゃないですか。朝8時に起きたら、9時、9時から僕出社なんで、遅いんですよ、朝めちゃくちゃ。8時に起きて、やったら、日本の9時でしょ、夜の。その時にツイキャスしたらもうちょっとみんな見れるかな、なんて思ってるんですけどね。 あ、お疲れ様です。じゃあ僕は明日出張なんでそろそろ切ります。はい、おやすみなさい。あ、田中さんごめん、授業出てきたのに、もう切るぜ。<laughs> ごめん、ごめん。じゃあ皆さん、えー、セインツロー4、今からアップします。まあ今からっていうか今日の夜7時ですね。見れます。えー、っと、 またあの、レイマン、レジェンドっていうゲームも、ちょっと20分くらいプレイしたんで、それ明日アップしますね。出張先でまた暇なんで、あの、なんか、ツイートとかやってくれたら返信できます、多分。飛行機乗ってる時以外は。ということで、えー、もう切れます。お疲れ様でした。皆さん、いい日をお過ごしください。